久保さん。今回、ヘンリー・フォードさんにしましょうか。あなたができると思えばできる。できないと思えばできない。どちらにしても、あなたが思ったことは正しいと。このね、最後の締めがいいですね。どちらにしても、あなたが思ったことが正しいと。まあ結局自分の人生だから、どう思うがあなたの自由ですよと。あなたが決めてくださいという。あなたができないと思ったら、それはあなたの人生。あなたそれが正しいんだよっていう。これ結構ね、う,うまいなと思いますね。 うん、そうまああのー、僕はねやりましょうっていうのを言ってるので、まあ、やらなくてもいいんじゃないですかそれはあなたが思ったんだったらそれがあ,、まあなたの人生だからっていうねう究極はそうですからねただ僕はあの,あのポジショニングトークしていかない商品売ってかないといけないんで <laughs> 商品売るってなるといや今のままじゃダメだよという話なんだけどね、うん でもその前田敦子さんじゃないですけども、なんすかね、その、あっという間ですよね。本当にあっという間、ま。そう。今日ね、あの、なあの新潟の奈美さんからですね、あのメッセージちょっといただきまして、ねえ、奈美さんと出会っても10年、久保さんと出会っても10年で、あっという間ですよね。本当にあっという間だった。秒で終わりましたね。なんか、昨日のことのように覚えてるんですけども、 なんか振り返ると早いっすよね <laughs>。だから本当人生なんてあっという間だなと思いますんで。うん、まあその限られた時間の中で何すんのかっていうのが、まあ人生ですから。うん。やっぱ僕はまあ、やりたいと思うんだったらやった方がいいだろうし。で、やりたいけどできないって思うのはもったいないなとは思いますよね。やりたいなと思ってるけどできないな。 ででもやりたいんでしょ。じゃあやればいいじゃんっていうね <laughs> うんだからそれはね自分と対話して本当にやりたいんだったらやるべきだと思いますよだけどでもできないんじゃないかなって思うのはうーん,ん本心をう本心とは逆じゃないですか本心はそう思ってるんだけどだから本音で生きるというか 真っ向勝負で生き,生きていくっていうのが清ががしい生き方なんじゃないかなと思いますね <laughs>。なんかイジのね、希望、希望、希望に向かうのが人生ってもんだろうみたいなね、まあ、そういう名言も僕が好きなんですけど。うん、はい、いってらっしゃい。